それでは定刻となりましたのでただいまより電力・ガス取引監視等委員会第29回制度設計専門会合を開催いたします委員の皆様方におかれましては本日もご多忙のところご出席いただきまして誠にありがとうございます本日は2部構成とし第1部としてガスに関する議題について検討を行い第2部として電力に関する議題について検討を行うことといたします途中オブザーバーの皆様に交代をお願いすることとなりますがよろしくお願いいたします ご都合により、大橋委員から途中退席される可能性がある旨、あらかじめご連絡をいただいております。また、あの消費者庁、沢井課長から少し遅れるとのご連絡をいただいております。それでは、早速でございますが、議事に入りたいと存じます。以降の議事進行は稲垣座長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、では、皆さん、こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。本日議題は、議事次第に記載した三つでございます。 本日も議題が多い状況で、毎回申し訳ありませんが、3時頃の3時0分頃の終了を見込んでおります。議事の多い状況でございますので、30分程度延長する可能性もございますが、あらかじめご了承くださいませ。議論の時間を確保するため、事務局オブザーバーからの説明は申し訳ありませんが、できるだけコンパクトにお願いいたします。なお、本日の議事の模様は、ユーストリームでインターネット同時中継を行っております。 どうぞご了解ください。それでは議事に移ります。<laughs> えー、議題1 <laughs> ガスの卸調達適正、えー、取引のあり方について事務局オブザーバーから説明をお願いいたします。はい、あの資料の3をご用意いただきたいと思います。 資料3 2ページをご覧いただきますと、前回議論をしていただいた際に、LNG 基地の第三資料の促進に向けた論点としまして、1つ目に製造設備の余力、それから2つ目に基地利用料金、3つ目に事前検討申し込み時に必要な情報の3点をお示ししたところであります。その際、委員、あるいはオブザーバーからは、まずタンクの利用可能容量、リスク容量が 過去の実績に照らして適正に設定されているのかを確認する必要があるのではないかといったご指摘あるいはリスク容量の妥当性について事後的に検証する仕組みが必要ではないかといったご指摘がございましたそうしたご指摘を踏まえましてガスの製造事業者が具体的にタンクの利用可能容量をリスク容量をどのように設定しているのかにつきまして現在自宅製造薬館の届け出が義務付けられております23の基地エリアを対象としましてアンケート調査を実施しましたので 本日は事務局からその取りまとめ結果をご報告するとともに、東京ガス、大阪ガスの利用者には、リスク容量の考え方、それから過去の LNG 貯蔵量の計画値、あるいは実績値と、リスク容量との関係などについて説明をいただく予定としております。資料4ページをご覧いただきますと、ガス,ガスシステム改革小委員会で示されましたリスク容量の考え方、具体的には物理的に利用できない上限、下限、 それから需要増減のリスク、それから原料途絶のリスクといった区分でございますが、今回の調査につきましても、おおむねこの考え方に沿って取りまとめを行っております。と、え、ん、ー、でだいて10ページをご覧いただきたいと思います。えー、10ページのグラフでございますが、えー、今回の調査結果から23の基地エリアにつきまして、タンクの容量に占めるリスク容量、それから利用可能量の割合を示したものでございます。 物理的に利用できない上限下限を含めましたリスク容量の合計の平均は43%程度、オレンジ高の部分でございますが、個別の基地ごとに見ますと20%から70%と大きなばらつきが見られたところでございます。以下では基地エリアごとのリスク容量の設定状況について取りまとめておりますが、それぞれのリスク容量にどのようなリスク要因を見込んで、そのリスク要因の算定に際して、 どどののよよううななパラメーータををを設定し、ししさらにどのような数値を適用してていいるかを整理しておりまます。す。13ページでございます左側にリスクファクターを並べておりますが、まず一番上のタンク上部の物理的に利用できない容量ですが、スロッシングによるタンクの損傷を回避するといった理由で、これは全基地エリアで設定されておりますが、タンクの容量に占める割合を見ますと1、1%から20%程度というばらつきがございます。 2つ目が15ページに参りままして需需要要減減の関係でございます需要減少に伴う LNG の域の上昇に備える需要減リスクにつきましては基地エリアによって組み合わせが違うこともありますがおおむね中ほどの箱の中にありますが恒常的に発生する需要変動それから暖冬等の季節要因による需要変動それから発電所関連の突発的なトラブルによる需要変動がリスクファクターとして挙げられております。 23のキッチンエリアの中で18のエリアで設定されておりますが、タンク容量に占める割合は0.8%から22.2%というバラつきがございます。次まで17ページをご覧いただきたいと思いますが、こちら今申し上げました中の、恒常的に発生する需要変動に関するリスクの算定方法をまとめております。大きく分けますと、一定期間の払い出し量をリスクとして算定する方法と、 それから計画値と実績値の差分の平均値をリスク要領として算定する方法がありますが、さらに前者につきましては、1日の平均払い出し量の数日分であったり、年間払い出し量の数パーセント分であったりといった違いが見られたところでございます。でこの関連で18ページをご覧いただきたいと思いますが、えー、払い出し量をパラメータに設定する場合でございますが、 仮に算定式等が同一であったとしても払い出し量の違いによってリスクの容量の大きさにばらつきが生じることとなりまして例えば1日の平均の払い出し量の3日分をリスク料量にするといった場合左端のグラ,フグラフの左端のところでは 0.3%×3 日で0.9%となりますが右端に行きますと 5.1%×3 日分ということで15.3%といった違いが生じるということになります。 次で19ページでございますこちら、季節要因の需要変動に関してまとめておりますけれども、算定式につきましては、各基地エリアとも月間晴れ出し量×需要変動率×調整に必要な期間ということで共通しておりますが、パラメータにつきましては、例えば月間晴れ出し量が年平均であったり、あるいはピーク期の平均であったり、あるいは調整に必要な期間につきましても、2ヶ月であったり、4ヶ月であったりといった違いが見られたところでございます。 21ページ以降でございますが、需要増加に伴う LNG の一気の低下に備えまして、LNG を備蓄しておくための容量についてまとめておりますけれども、こちらのリスクファクター、あるいはリスク容量の算定方法等につきましては、需要減リスクと同様、まあ、といいますか、裏返しの関係になりますので、細かい説明は省略をさていっていただきますが、 事業リスクにつきましては、23基地中22の基地エリアで設定をされておりまして、割合としましても5%から27%のバランスにあるということでございます。続きまして25ページまで飛んでいただきまして、25ページではあの悪天候ですとか、あるいは他の船との入船時期の調整等を理由とする入船の遅延による入船変動、それから次の26ページでございますが、 こちらは出荷元での災害ですとか、危機器のトラブルの発生によりまして、LNG の供給が遅れるといった積み地でのトラブル、27ページでございますが、受け入れ港湾における航路の封鎖ですとか、桟橋の損傷などのトラブルによる、LNG の供給の遅れによる輸送上げ地トラブルといったリスクファクターについてまとめておりますけれども、これにつきましては、次の28ページにございますとおり、通常は原料途絶リスクとして見込まれております。 いずれもリスク容量の算定方法としましては、非平均の廃棄量に対応に要する期間ということになっておりますけれども、こちらにつきましては、LNG を調達する国の違いもリスクの容量の大きさのばらつきが生じる原因の一つというふうに考えられるかと思います。次、30ページでございますが、こちらタンクの底の部分、底部に設定されている物理的に利用できない部分についてでございますが、 これはポンプが届かずに安定的に取り出すことができない容量として全基地エリアで設定をされておりましてこちらは4.1%から14.7%のばらつきが見られたところでございます。最後31ページでございますが。 調査結果の取りまとめと今後の進み方でございますが、調査の結果、各基地エリア間でリスク容量の大きさに違いがあることが明らかになりました。これは下の丸一から丸四にございますとおり、リスク容量に見込むリスクファクター、あるいは リスクファクターの算定方法との違いが影響していると考えられますが、過去の LNG 貯蔵量の計画値や実績値とリスク容量の設定値と比較するなどして、引き続きリスク容量の設定方法が合理的かどうかについては確認を進めていきたいと考えております。また、リスク容量につきましては、基地エリアによりましてタンクの大きさ、需要特性、あるいは原料の調達先、あるいは回転数が違うことから、 こうした多様性に配慮しつつ、リスク容量の標準化の要求も含め、検討を行うべきではないかというふうに考えております。なお、リスク容量に関する検討につきましては、一定の時間を要することが予想される一方、来年度、2019年度の設備容量の見通しにつきましては、本年7月末までに公表することとされておりますので、 ガス製造事業者におかれましては可能な改善を自主的に行うなどして基地利用者の利便性の向上を図っていただきたいというふうに考えているところでございます以上でございますはい、ありがとうございましたそれでは引き続き東京ガスの笹山常務執行役員から資料三の一に基づいてご説明をお願いいたしますなおその後大阪ガス藤原副社長そして前頭課長からの説明をお願いいたします一括してご質問をその後でお受けいたします え本日はプレゼンテーションの機会をいただきましてどうもありがとうございます、えー、まず2ページをご覧いただきたいと思います、えー、簡単に日本の都市ガスの基地の特徴をご説明した上で当社の考え方と実績についてご説明をしていきたいというふうに思います、えー、3ページをご覧いただきたいと思います、えー これは欧州と日本の特徴を表しておりますが、欧州の基地は、えー、受け入れ、機関の機能を主に担っていくことに対しまして、日本の基地、まあ、特に都市ガスの基地は安定供給のために貯蔵も担っているという特徴がございます。4ページをご覧いただきたいと思います。こちらはまあ欧州の特徴を定量的に示したグラフですので、後ほどご確認いただければというふうに思います。5ページをご覧いただきたいと思います。 日本は先ほど申しましたように、都市ガスではです、ね、タンクに貯蔵し、安定供給を確保しています。一方、欧州の場合は、図の青色のイメージとなりまして、通常2、30日で払い出しまして、貯蔵は地下貯蔵でやるということになっております。なお、日本の第三者利用の場合は、図のオレンジのようなイメージで、例えば年に1隻ですね、受け入れる場合については、365日かけて払い出すことになると。 いうことになりますのでまあ、日本の都市ガスの場合構造的にタンクの貯蔵量が多くなるという特徴がございます、えー、続きまして6ページをご覧いただきたいと思います、えー、当社タンクの下部、えー、のリスク容量からご説明いたします、えー、当社は従来より、まあ、経済性も考慮しつつ安定供給のための貯蔵として期末在庫20日程度を目標に運営しております この20日分の在庫でございますが、株物理負荷、原料途絶リスク、需要増リスクに分けて打ち上げを設定しております。具体的な設定根拠はまあ表に記載ありますように、株物理負荷につきましては、ポンプが起動負荷になるような要領。2番目の原料途絶リスクにつきましては、東京湾封鎖があった場合に10日間程度は供給継続できるという要領。3番目の需要増リスクにつきましては、 20日在庫の内訳とはなりますが、追加調達に必要な3か月に変動率をかけたものといたしまして、変動率につきましては、同間の供給指令7.5%分としているということでございます。続きまして、7ページ目をご覧いただきたいと思います。次にタンクの上部のリスク容量についてご説明いたします。当社は従来より LNG 船が入船するために必要な上部空き容量を設定しておりまして、 まあ原則、そのスペースに在庫が達しないように原料部門が入線を調整してきたということでございます。この点につきましては、後ほど詳しくまたご説明いたします。でこのスペースを、需要減リスク、上部物理負荷に分けて内訳を設定しております。え需要減リスクという名称にはなっておりますが、需要化の増需要増減だけではなくてですね、入線に必要な要領に基づいて設定しているというのが実態でございます。 具体的な算式の設定根拠は需要、需要減リスクは LNG をキャンセルするまでの4か月間に需要変動率を同環境の供給の指令7.5%をかけたものとしております。上部物理負荷につきましては、先ほどのご説明にもありましたけれども、地震等の揺れによるタンクの損傷リスクを考慮した駅を設定しているということでございます。続きまして、8ページ目をご覧いただきたいと思います。 入線に必要な上部の空き容量についてご説明をいたします。当社は四基地三十五タンクを保有しておりまして、液種等の違いによってタンクを九分に分けて管理しております。最近では複数の液種を扱うことが可能な混合タンクを増やしてきておりますけれども、単一液種しか取り扱えないタンク二十タンクをまだ活用しているというところが特徴でございます。 図を見ていただきますと N 日に受け入れる場合につきましてはタンク A 群にです、ね、1層分7万トンの受け入れスペースを設ける必要があります。おおむね2日に1度程度の割合で入船しているということがございますので N プラス2日後にはです、ね、タンク B 群に1層分7万トンの受け入れスペースを設ける必要があります。このように受け入れに備えた車線の部分の合計が乗空き容量になるということでございます。 続きまして、参考の3、9ページをご覧いただきたいと思います。当社の利用可能容量が30%台と、他社に比べて少なくなっている理由についてご説明したいというふうに思います。当社のリスク容量の考え方で算出した場合、2000年当時、その実績で算出しますと、利用可能容量は53%でございました。 まあその後、効率化を図るとともに、原料調達の工夫や、負荷率の高い需要獲得などによりまして、約10年間、タンクの建設を行,い時期行わない時期がございまして、タンク容量は変わらない状況で、LNG の受け入れ容量は2倍以上になったと、回転数、効率も2倍以上になったということでございますま。一方で、安定供給のための20日間の在庫というのは維持しておりますので、LNG 受け入れ容量が倍増したことによりまして、 原料途絶リスク、需要減リスクに備えた必要タンク容量に占める割合というのも倍増したということによりまして、えー、利用可能量が、えー、先ほど申し上げた割合になっているということでございます。なお、えー、増えております受け入れ量。 の増大に対応すべく2016年,度完成予定のあ2016年度に完成しましたき立基地に続きまして、まあ、現在です、ね、タンクを一機増設しておりまして、2021年度以降、え完成予定ということでございますえ。続きまして10ページ目をご覧いただきたいと思います。えー、当社の在庫実績についてご説明をいたします。 当社の期末在庫20日分は4基地合計で管理しておりますのでまず4基地合計の実績についてご説明をいたします、えー、上部すなわち青線より上の部分については減速し原則しない使用しないように運用しております在庫につきましては需要増減だけではなくて積み地出荷時のトラブルや悪天候による入線の遅れにも、えー、よっても変化します まあその結果目標在庫を下回るケースもえー存在しているという状況でございます。続きまして十一ページ目でございます。えー、在庫に影響を及ぼした需要増減以外の LNG 船の受け入れに関する事象について記載しておりますのでご覧いただければと思います。概ね大体十年十年間でですね二回程度は大規模なイベントが発生していると。 ということは、この表からご確認いただけるかと思います。えー、続きまして、12ページ目をご覧いただきたいと思います。えー、2基地、2エリア別の実績を掲載しております。えー、青色の部分が年度が始まる前の見通し、灰色の部分が実績となっております。えー、4基地別に実績を出すことも可能ではございますが、えー、当社は払い出しエリアを2基地、えー、2エリアとしていること。 2基地を合算した方が余力が大きくなって、まあ、第三者にとっても利用しやすいと良いということもありまして、2エリアに分けて余力判定を行っているということでございます。最後に13ページ目をご覧いただきたいというふうに思います。以上のような状況でございますので、基地の第三者利用を進めるためには、ルームシェア方式の活用が必要であるというふうに思っております。 図に示しましたように、入線時期と LNG の対策の活用によって利用が可能になるというふうに考えております。えー、以上、弊社からの説明でございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは大阪ガス藤原社長から資料3 2に基づいてご説明をお願いいたします。はい、えー、大阪ガスの藤原でございます。 本日はこのような説明の機会を頂戴いたしまして誠にありがとうございます。それでは資料3の2に基づきまして説明をさせていただきます。当社の LNG タンクに関するリスク要領を説明をさせていただきます。日本の都市ガス事業におけるちょの特徴は、先ほど東京ガス様からご説明がございましたので、これは当社も同様ということで、当社の LNG タンクに関するリスク要領を具体的に説明をさせていただきます。2ページをお開きください。 で本スライドでは当社が保有するちょうど設備及びガス発生設備の容量をお示ししてございます。え表の左上に記載のとおり、仙北製造所では186万キロリッター、姫路製造所では74万キロリッターの LNG タンクを保有してございます。続いて3ページをご覧ください。え当社のリスク容量の概要をご説明いたします。え図のとおり、当社は物理的に使用できない丸1、 および丸6の容量等丸5の非常時用のエネルギー備蓄を設けており残りの2から4の丸2から丸4の範囲で通常時のタンク運用を行ってございますでまた当社は通常の3の範囲で年間在庫計画を策定し期中に発生した時給変動等による在庫のブレを丸2および丸4のリスク対応幅で吸収をしてございます でまた当社基地をルームシェア方式で利用する方がいらっしゃる場合は、当社と利用者の合計在庫が丸3の範囲で推移するように計画策定し、基中では丸2から丸4の範囲で運用いたします。4ページをご覧ください、えー。ここでは当社の各タンク区分の詳細な考え方をご説明をさせていただきます。まず丸1は物理的にエネルギーを受け入れられない容量等を考慮したタンク上限値を設定してございます。 丸2は、気中に起こりうる需要変動、供給変動を考慮し、2ヶ月間分の在庫変動余裕を確保してございます。これは在庫変動を配線調整等で解消する場合、最低でも2ヶ月間のリードタイムを要することから、その間の変動はタンクで吸収しなければならないということでございます。また、丸4も同様の考え方となってございます。 丸3は全容量から丸1丸2丸丸5はコール封鎖や桟橋損傷といった LNG 基地に受け入れられない事象が LNG 基地に受け入れられない事象が発生した場合に事象発生から復旧までを10日間程度と想定してその期間の都市ガス供給を継続できるだけの LNG 備蓄量を確保してございます。 丸6はエネルギーポンプが安定してエネルギーを引けなくなるタンク加減値等を考慮して設定をしてございます。えー、5ページをご覧いただけますでしょうか。えー、ここではですね、各4年間のタ,タンク在庫の計画と実績を年度別にヒストグラム形式で表してございます。えー、グラフのですね、縦軸はタンク容量割合であり、横軸は例えば在庫量がタンク容量の60%だった日数が 年間で何日間あったかということを示してございます青い帯は当初在庫計画法灰色の帯は在庫実績ということで対比をして示してございます先ほどご説明しました通り基本的には計画を真ん中の範囲で策定し実績は在庫変動に応じて上下のリスク対応幅で吸収する運用が見て取れるかと存じ上げます例えば四つの表の右上の年度におきましては冬季の冬場の気温が 例年より高かったことで需要が減少したために実績在庫は上振れしてございます。また右下のグラフでは計画に対して実績在庫が下振れしておりますが、これは冬場に気温が下がったことで需要が増加したことに加え、積み地トラブルが発生したことにより在庫が減少したことによるものでございます。なお当社としましては、計画策定時の調達戦略や 基中の在庫運用戦略等が明らかになることを懸念し、今回のヒストグラム形式のグラフを用いており、在庫の時系列データにつきましては、公表を差し控えさせていただきたいというふうに思います。なお6ページをご覧いただきますが6ページは姫路製造所の実績ということで、泉北製造所と同様、リスク対応幅を活用した実績となってございます。では、続いて資料4をご覧ください。 これは LNG 基地のお話とは別の話でございますが、ガスの逆流連結搭送の第1号案件が実現したというご報告でございまして、3月16日付でリリースをした内容でございます。1ポツの経緯をご覧ください えー、一昨年の9月にです、ねえー、ガスの小売全面自由化に向けまして、えー、一般ガス導管事業者の新しい託送約款の審査を行った際に、えー、東電 EP ほか2社からです、ねえー、ガスの実流方向とは、えー、逆方向の連結託送を実現したいと、まあ、ここではあの逆流連結託送と呼んでございますがこれを実現したいという要望がございました。 でこれについてです、ねえー、東京ガスをはじめとする一般ガス導管事業者から、えーまあ、その要望を実現するには、まあ、多くの課題がある旨の意見が出されました。 これを踏まえまして、一昨年の12月、党委員会はです、ね、その次の2ページのとおりの査定方針をまとめておりまして、ポイントとしてはです、ね、逆流の連結作戦についても一定の条件を満たしている場合には、順方向のガスと相殺されたとみなすとともに、 えーまあ、関係する事業者間で取り決めを行うことにより実現できる可能性が高いと、えー、しかしながら、えー、全国に適用できる共通ルールを設計するにはあ、まあ、すぐにはできないので、えー、引き続き検討を進めることとすると、ただその間であってもですね、えー、具体的な相談があった場合には、えー、できるだけそれを実現できるよう前向きに対応すると、まあ、このようにされたところでございます。 でその下、資格学組の下でございますがその後です、ね、東電 EP から具体的な相談がございまして党委員会事務局も参加をし関係,者関係者間の協議を進めてまいりましたがようやくこの2月にすべて調整が済みまして特例認可の申請があり3月に認可され4月からすでに実施されているものでございます。その次は3ページをご覧ください 本館県のですすね概要図に示してございますこの左のですね東京ガスのエリアと右の京葉ガスのエリアは隣接をしておりましてこの上のあの実流という青い矢印の通りですね左の方があの圧力が高く左のですね東京ガスから右の京葉ガスにガスが供給をされております。 同時にですね、えー、図の右下でございますが、えー、東電 EP もですね、軽、え、量、ー、ガスのエリアにガスを供給をしております。で今回実現されてましたのはこの真ん中の,あの下の緑の矢印でございまして、えー、東電 EP から軽量、えー、ガスのエリアを通じてですね、左の東京ガスエリア内にある需要下にガスを供給するというものでございます。 で実際にはですね、あの左の方が圧力が高いのでガスはえと右から左には流れないのですけれども実流と相殺されたと見なしまして、まあ、流れたと見なすというものでございますで今回これを実現するにあたりましては、まあ、実際にはガスが流れませんということもありましてですね、まあ、いくつかのと特別なルールを作る必要がございましたその内容を、ね、3ページの下あの2ポツのところに記載をしてございます えー、一番難しかったのはです、ね、この連結点におけます、えー、ガスの流量の計算方法でありまして、えーまああの、電気の地域間の連携線と違いまして、その流量をです、ねまあ、あのぴったりと制御しているわけではないということもありまして、その計画値と実績値にずれがあった場合にです、ねまあ、そのずれを、その順流と逆流と、まあ、どちらがどれだけずれだということにするのかという課題がございました。 これについて今回のケースではですね連結線の流量調整がかなり正確にできているということもありましてこのこのに記載してある計算式でですね順流と逆流で分けるということにいたしましたそれ以外にもですね順流の供給力あるいは供給量が減った場合の取り扱い それから4ページでございますが、えー、東電 EP が注入するガスがですね、東電エリアのガスと正常が異なる場合の取扱い、それから需要会の周知、まあ、こういったことにつきまして、すべて関係者と協議をし、ルールを決めまして、今回実現できたということでございます。 えと当委員会事務局でいたしましては、あの引き続きこういった逆流連結作戦を広く実施できるよう、あの共通ルールの検討を進めていくということにしておりますけれども、まあ、今回やってみて、ですねやはりあのそれぞれの事情に応じて、えー、なんと言いますか、あの微調整といいますか、あるいは場合によっては追加的な取り決めなりが必要であるだろうという印象を持っておりますので、まあ、もう少しあの事例を積み重ねて、えー、そのも踏まえてあの共通的なルールを作っていきたいというふうに考えてございます以上でございます。 はい、ありがとうございました。それでは、LNG 基地の第三者利用制度の利用促進、それからガスのお、まあ、逆流脱走、この二つのテーマの共通点は今後のルール化あるいは標準化ということでございます。で、あのおまあこれを合わせてですね、あのご議論いただきたいと思います。それではご意見をとまります、はい。それでは草永議お願いいたします。 資料3と資料4に基づきましてあの、えー、それぞれ、えー、いくつかコメントさせていただきますまず資料3なんですけれども今回事務局におかれまして詳細なアンケートを実施していただきまた丁寧に分析していただきまして感謝いたしますでよく分かったことはタンクにもいろいろあってかく、えー、機内蔵で、えー、液種の異なる LNG の混合が可能なあものもあれば そのようなかく機の内蔵がないために特定のプロジェクトに特化するようなタンクになっているものもあるとまた個別のタンク容量を見ましても大きいもの小さいものバースの数とか船の、まあ、形など多様な要素が重なっているということそして、まあ、おそらく電力業界とガス業界でもリスクの考え方が異なるというようなことであろうと思います。 であのそういったことを踏まえますと今後の進め方ということで事務局が提案されました資料さんの31ページにありますようなその標準化の用意の検討にも一定の時間がかかるというのは最もでこの標準化をするということであれば基地の個別事情を踏まえて技術的にも詰めるべきことは詰めるといったことが要請されようかと思います。 でえー、また、えー、基地利用の基準作りということの大切さに合わせまして、えー、考えればならないことは点在する各供給地域で LNG 調達の支配力のあるものが地元の新規小売り参入者に対するガスの卸しの在り方をどのようにするのかということをきちんと検討していただいて小売り競争促進に資する具体的なあ措置を講じていただくべきと思います。例えば具体的には 容量20万キロリットル未満の LNG 基地を開放していただくということができれば有益ではないかと思いますまた日本では基地建設ということで400億円から1000億円そして運用を開始できるまでにリードタイムは 4,5年かかるというようなことでありますために、えー、既存基地の余力の活用が積極的に進められるべきでありますでそれにはルームレントとルームシェアの両方の方式がきちんと定められていくべきだというふうに考えますでその一方で、えー、合理化が進展して有給値も増える石油業界などの投資能力のある企業に置かれては LNG 基地建設の促進を円滑にするために今そもそも届出制という仕組みをとられているわけでありますから、えー、積極的に基地建設をしていただくということを考えていただきたいと思います最近でも愛媛県の新居浜の方で新たな建設が予定されておりますけれどもあまり標準化を厳しくされますと 個別事情による新規投資の意欲を削ぐかもしれませんそのような、えー、心配もございますため、えー、まあ少し、えー、配慮をいただく必要があろうかと思いますで、えー、基地利用者は交渉,交渉力が十分にあるものが多いというふうに想定されますので、えー、都議会監視等委員会におかれては個別基地の創業実態も踏まえた情報収集を重ねていただくということが重要だと思います でやがて、えーまあ、事例が増えてまいりますと紛争処理的な機能も監視等委員会に果たしていただくという場面が出てくることも、えー、むしろ期待されるところでございます。そして、えー、総括原価で建設されたのは電力都市ガスの基地だけでございますけれどもインクペックスジャペックス j x t g 等の基地もその卸先は総括原価の都市ガス事業者でありますので。えー 今申しましたような企業におきましても、えー、やはり、えー、基地企業は間接的には総括原価の悲劇があったというふうに考えられますので、その意味で、この制度の発展に協力的であっていただきたいと思います。 また、えー、余力の開示ということにつきましては、あまりにもその細かな、過度の長期的な開示ということは、まあ、難しいんだろうと、これは交渉に支障が出るだろうと思いますので、えー、限界があろうかと思いますけれども、少なくとも基地事業者は製造計画、えー、小売事業者は供給計画の策定義務がございますので、えー、まずはそういったものに基づく分かりやすい情報公開も必要であろうと思います。 えー、最後に LNG のおー供給途絶リスクということをおまあ考えなけれはならないと思っておりまして、えー、LNG の供給途絶リスクというのは需要家にとってまあとても切実な問題になりうるわけであります。えー、でまたあの最近、えー、報道があございまして、えー、アメリカ産の LNG をおー日本 を経由して海外に輸出するということをしやすくしたいという政府の方針が明らかになっておりますけれども日本国内で LNG 基地を増設してでまたなおかつその需要化の切実な不安ということで、まあ、例えば LNG にもですね LPG や石油のように規制当局の方で備蓄の目安を決める国家備蓄を考えていくといったことも想定されるのではないかと思います。で LNG についてはまあ事業者の責任で備蓄をしていくというようなことなんですけれどもそのまあ体制を変えていくことも視野に入るのではないかと。 えー、つまりはそのような、えーまあ、国家備蓄、あるいは海外への LNG の輸出といったことをより積極的に考えていただくということが重要なのではないかと思います。で続きまして資料4につきまして若干コメントさせていただきます。えー、このたびの特例認可に向けての関係者のご努力に敬意を払いたいと思います。であのー ガスの逆流連結託送というのはガスシステム改革相委ではまあ議論されなかったような考え方であってまず、えー、特例認可として認めるという方法がやむを得ないスタートであろうかと思いますしかしながら、えー、首都圏のみならず例えば関西圏と中部圏を結ぶ逆流,逆流連結託送といったものも可能になるかもしれないなど非常に将来の発展が見込める優れたスキームでありますので <laughs> 例を増やしていただいていずれ制度化していただきたいと考えますでその際にまだまだ制度の利用者にとって使いにくいところがあると思われます例えばですけれども、えー、旧一般活動事業者側の実流のまあ流量の変動によって新規参入者の取引可能量自体も大きな制約を受けます、えー、まああのー、実流との相殺という手法を用いる以上原則論としてはそれで正しいのでありますけれども、えー 何か基準を作って、えー、もっと制度を利用し,かしやすくしていただけたらいいのではないかと思います。従いまして、資、え、料、ー、4の2ページの、えー、丸1、かっこいの A および B の対応は非常に重要であって、えー、これを一層目指されるべきではないかと思います。 今回、このような特例認可の例を増やしていただくとと,ともに、この制度をより使いやすくしていただけるよう、さらなる検討をお願いしたいと思っております。東京電力エーパーナジーーーの佐藤でございますまますず、ね、逆,逆流タクソに関しまして 本件の実現にあたり、まあ、事務局のネットワーク事業監視課様をはじめ、まあ、ガス使用整備士様、東京ガス様、京葉ガス様の皆様に多大なご協力を賜りましたこと、厚くお礼申し上げます。当社はですね、今回の特例認可を受けまして、より競争力のあるガスをお客様にお届ける方法の一つとして、まあ、早速この4月から逆流みなした活用を始めました。今後もですね、引き続き市場の活性化に貢献してまいりたいと考えております。なおですね、 今回の検討を通じて、多くの技術的課題を整理することができた一方、逆流みなしタクソの供給力の考え方や、各社のガス成分の差の扱いなど、広く使いやすいルールには至らなかった部分もあります。今後、ですねこれらの点も含めて、引き続き検討・整理を進め、逆流みなしタクソが誰でもすぐに使えるルールの、 なるよう標準化、宅捜薬界への反映をぜひお願いしたいと考えておりますので、よろしくお願いします。からは以上ですすすお願いいいたしままあありがとうござ今回日本全国にある基地の、えっと はめちぬしに、えー、いろいろアンケート調査をしてくださって結果が出てきているということであの全然そのあと私の立場からすればやっぱりこういうのがこうかなりこう解放されることによって。 であのガスの自由化がより促進するのだろうというふうに思った上でのあのえっ、ー、と事業者の方々への,あの質問というかまあこれが多分だから今おっしゃっている実化とは言わないかあの計画化につながるんかと思うんですけれども、えっと、まずあの資料3のです、ね、10ページのこあのまりのこの違いがですねあのー、やっぱ大きいなっていうふうに思ったんですね。であのー 結局そのリスク容量というのも物理的な上限もあのまあ事業者それぞれが自分たちでえ各自設定されているということなんだろうというふうに思いますものでえっとそうするとこの結局使える部分っていうのがものすごくあの。 違いが倍以上の違い,があるっていうことであのこれがまあ一つのまあ結果として分かったんですけれどもその今日はたまたまあの大きな事業者2社さんの,あの実,実例ということでなんかデータをくださっているんですけれどもあの例えばなんですが、えっと、計画年間在庫計画いう っっててていいうのを皆さんお盾になっていてですねでそれが、えー、とその利用のできるという自分たちで決めている範囲の中に収まるのは当然そうだろうと思うんだけれどそれからかなりこう、えー、と上,上振れしているようなものがあったりだから計画そのものが実際に使った量じゃなくてでそのあたりがなぜこういうふうなあの形になるのかなっていうのが ちょっとよく分からなくってあのもう少しまず事業者の方々からあのご説明いた,いただければいいかなっていうふうに思ってて例えばですねえっとこれはどっちだろう <laughs> すいませんあえっとこれだな、えー、根岸大井島って書いてるから東京合算の方かもしれませんねの話の、えっと、13ページなんかも見ると、えっと、この利用 利用量のところに書かれている年間在庫のところがすごくそのあすいません年間在庫見通しという計画のところがですねなんか全然。 外れていいいるなとう,うに思い、えっと、袖ヶ浦の方もそうなんですけどこの辺りのご説明もう少し伺いたいなっていうふうに思いましたの、ね、でそういうのが、えっと、なぜかというとそ,のそういうことは状態化していればなかなかその今先ほどの,そのばらつきを少しでも減らす格好で何か企画化していこうという話になんか障害になるんじゃないかなっていうふうに思ったりもしたものであのどういう状況なのかお、ね、あのご説明お願いしたいなっていうふうに思いました。以上です それじゃ、あの、ご質問、あの、後でまとめて、お答えいただくということでよろしいですか。それ、丸尾委員、お願いいたします。はい、えっとえ、あの、まず、東京屋さんと、大阪市さんと、の、丁寧なご説明ありがとうございました。で、えー、まあ。 えーまあ、この空き容量の考え方について私もその標準化してこう分かりやすい明確なものがすぐにできるといいなと思ったんですけれども、まあ、今回その東京ガスさんがあの、まあ、単一液種で、えー、運用しなきゃいけないタンクであったりそれから、まあ、あのいろんなものを混ぜられる。えーか <laughs> ま、混ぜるることがでできるタンクであったりそういったものをこうあの分けて工夫しながらオペレーションされている話をこう伺いましたしそれから、まあ、今日お話しなかったですけれども大阪さんもその姫路と泉北ではまたこれあのできた経緯によってオペレーションの仕方が違うとかあの話を聞いてみるといろんなことがあってなかなかその、えー、こう今すぐあのこれが標準的でベストなものだっていうのを出すのが、まあ、難しいんだなっていうのはなんか勉強すればするほどか なったなって感じがしますですから、まあ、我々もこうやってお話を伺ったり実績を分析したりというのをう深めながらですねあの、えー、標準化すべきかどうかというところを、まあ、もうちょっとこう慎重に検討すべきかなというふうに思ったというのが一つです。それからまあ今回はあのお話を伺ってて、えーっとえー、ちょっとだけ質問したいところがありましてでそれは二と四の,の需要減・需要増リスクのこう考え方なんですけれども。 あのー、えっ、ー、と。 まあ要はその LNG 線を追加調達したりキャンセルしたりというそのところで大阪さんはこれ両方とも2か月というふうに設定されていますけれどもまあ東京合算のほうは調達のほうは3か月でキャンセルするほうは4か月ということなのであの大阪さんと東京ガスさんでなぜこんなに違いがあるんだろうということをもし何かあの簡単にご説明できることがあればお話し伺いたいということとそれからまあ東京ガスさんはその3か月や4か月に対してこの需要 需変動率の7.5%で掛のけ算されていますけれどもそお大阪さんは,、まあ、こ,こ,はこれは過去の実績をもとに、まあ、このぐらいあの1か月の間ぶれてるからというのを2か月にかけてらっしゃるので、まあ、非常に感覚的に分かりやすいんですけれども東京ガスさんの,この需要変動率というのが、えー、すみません中、中央を読んでも私、いまひつよく分からなくて3か月とか4か月とか LNG 線を調整する のに必要な期間にこうかけてるこれがあのなぜこれが適当と思ってかけてらっしゃるのかっていうのをあのお伺いできればとまあですからあの質問としてはあの東京ガスに二つということになりますけれどもよろしくお願いしますはいそれではこの委員の方じゃあ安藤委員お願いいたします、えー、プレゼンテーションありがとうございました、えー、そもそもタンクの活用について改善の余地がないかこれについて、えー 検討し、まあ、合理的なものを求めようというこれまでの議論の流れを踏まえて、今日のプレゼンを聞くと、ですねやはりタンクの活用については、企業やタンク前に、タンクごとにです、ね、結構な違いがあるということで、まあ、共通のルールが難しいというのは確かにおっしゃる通りだと、まあ、皆さんの発言通りだと思います。なので、少なくとも最低限の考え方というか、えー、についてはまず明らかにすべきだろうというふうには、えー、ルール化は 個別の細かいルールは無理にしても、どういう考え方に基づいてやるのが合理的なのか、このぐらいのことはやってもいいかなと感じております。また、別の視点から、このタンクの第三者利用に関連して、注意を、これは事務局にお願いしたいことなんですけれども、このタンクの利用形態について、現状がどうかを見るだけではなく、過去と現在を比較したものをぜひご検討いただきたい、そう思っています。という申しますのも、このタンクの第三者利用、これの議論が始まった 後あとになってこれまでよりも例えばリスク容量の算定ルールが課題になったとかその前後で何か変な行動があるとしたらいや前のルールでうまくいってたのに何かこの議論が始まってから非常によあの、えー、リスクに対する態度がですね変わってしまったこういう場合にはそれはリスクのためにではなく競争抑制的なこととして行われたようにも捉えることができると思うので現状でどのような運用をやっているかだけでなくこの タンクの第三者利用の議論が始まる前はどのようにやっていたのか、それでもちろん変わってないのでしたら、えー、とその面での,あの懸念はないということで、ただし、現状がベストとも限らないので、まあ、運用についてさらに検討いただくということはありがたいことではあるんですが、仮にです、ねまあ、ないと信じたいですが、この議論が始まったことによって、何か行動を変えていたとしたら、それは まあ大変問題かなと思いますのでそのあたりもえ事務局の皆さんにはえ可能な範囲で結構ですので、えー、ご確認いただければと思います以上ですはいありがとうございましたそれではそれではお方のあのあお勝負相場お願いいたしますはいありがとうございます。 あの本日、石鹸の要望についてご検討の機会を設けていただきましたことに、まずあの感謝申し上げます。その上で2点、コメントさせていただきます。1点目は、事後検証についてでございます。えー、本日の報告によりますと、えー、リスク容量を設定するにあたって、まあ、需要増減リスクと、減量供給、失礼しました、原料途絶リスク。 につついいてかかなりりばらつきががあるととうことが分かりましたもう一つ、ガス事業者の中には相当大きいリスク容量を設定しているケースがあるということも分かりました。で事業者固有の事情は勘案すべきというふうに考えておりますけれども実績と比較してその結果を踏まえてリスク容量設定自由とその容量の妥当性について事後検証をお願いしたいと考えております。 2点目は、ルームシェアについての考え方でございます。ルームシェア方式では、需要増減リスクや供給途絶リスクの容量も含めて、製造事業者と基地利用者の間でシェアすることが前提と考えております。例えば、基地利用者が調達する LNG が供給ソースの多角化をもたらしたり、供給先の特性によって、負荷平準化に寄与したりすれば、 リスク容量そのものを減少させることが可能となります。大阪合算の資料の3ページにおいて、需要増減リスクについては、ルームシェア利用者も利用可能な要領であると明示されております。こうした考え方をリスク容量全体、すべての事業者に適用されるよう改めてお願いいたします。約款上の位置づけに関しまして、基地の第三者利用にあたっては、 リスク容量を含めてタンクの有効活用、これによるコスト削減メリットがガス利用者全体にひ益される消費帰宅方式あるいはルームシェア方式を前提として製造事業者と利用者が LNG を貸借することをガス受託製造約款において明確に位置づけられるようお願いいたします。それからの もう1点ですね、あの東京ガスの資料で質問させていただきたいんですけれども、あの資料のですね12ページ、13ページにリスク要領と実績が示されておりますけれども、あの青色の計画段階で利用できない需要増減リスクが活用されている事例がございます。特に12ページの A の,表あ A のグラフ、それから13ページの G のグラフなどがそうなっておりますけれども、 まあ基本的にあの計画においてはですね、えー、利用容量の幅に収まるのが原則と理解しておりましたけれどもまあ計画段階で需要増減リスクが利用されている理由について教えていただければと考えております以上でございますはいありがとうございました、えー、と問題っていうか論点はもうある程度集約されてきましたのでえっ、ー、とそれでは東京ガスからは資料三の一 に関する特にあの計画と実績、えー、この、まあ、帰り、あるいは大阪ガスとの,の差について、どんなふうな、どういう考え方なのかということについても、ついてあのご説明をいただければと思います、えー、ではあの、東京ガスの方からです、ね、まず基本的な考え方、私の方からお話をさせていただいて。 えー、詳細なところにつきましては基地担当の方からご回答をさせていただきたいというふうに思います。えー、まずですね、基地ごとに、まあ、結構、はそのリスク要領についてばらつきがあるのはどうしてかということでございますけれども、えー、これはですね非常に大まかなざっくりした計算で申し上げますと、基地の回転数が例えば9回転する事業者と、4.5回転、半分の4.5回転する事業者がいたとすると、9回転する事業者っていうのは、 大体40日ぐらいで、えーえー、あの1つ1回転するということですね、築36ですから、まあ、40日ぐらいで回転すると。他方、えー、年間4.5回転する事業者というのは大体80日ぐらいで、えーまあ、の基地を1回転するということになります。でこれに対してです、ねえー、20日間の在庫を持つということであれば、えー 40日で1回転する事業者というのは、その約半分は在庫として持っておかないとリスクがあるということになりますし、4.5回転しかしない事業者であれば、80日で1回転ですから、80分の20で25、25%リスク容量を取っていると、非常にラフに計算しますと、そういうことで、回転数によってリスク容量っというのは変わってくるというふうにご理解いただければというふうに思います。 それ以外の,あの細かいところにつきましては、また別途補足をさせていただけるというふうに思います。あともう一点、過去との比較で,です、ね、運用を変えているかということですけれども、基本的にはあの今回の景気に変えたということはございませんで、えー、過去に比べて、えー、調達している原料であるとか、えー、あとはまあ需要の、えー、季節負荷が変わってくることによって、タンクの回転が変わるとか、そういうことはもうあるかもしれんあるとは思いますけれども、 それ以外に運用面で過去に比べて変えたと変えたということはないというふうに思っております。詳細につきましては基地の担当の方から補足をさせていただきます。東京ガスでの基地の担当しております桜田と申します。皆さんから出たあの質問多少重複しているところもありますので、私の方からあの説明をさせていただきますけれども、まずあの私どもの資料の十二ページ十三ページで。 ヒストグラムの中で最初の,あの年間在庫見通し自体が療養量に収まっていないですとかあるいは上や下にずいぶんぶれてませんかというご指摘をいただきましたけれどもこれはあの実際に資料を作るに際しましてあの年間年度が始まる前の 大体1か月ぐらい前、3月の頭ぐらいにですね年間に調達する LNG の,あのかなりの割合の年間受け入れ計画が、まあ、出てまいりますで、その出てきたものを単純に並べたのがこの青のグラフでして、あの実務上はこの青のグラフを発射台にして、その受け入れまでの間にどん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 これを叩いて、えー、青の利用容量に入れていくということで、年間の受け入れをやっております。 ま、そういった関係で、あの全てが青に収まるのかといういわゆる計画が確定するというのは、実際にあの受け入れをしながら、あの変えていくというところがありまして。まあ、どうしても年度前の一度確定したところで数字を入れてください。というご要望です。と、こうなってしまうというのが実態です。なお、あの受け入れの可能可否を判定する。要領に関しましては、まあ、以上のような実態から、この adp とは全然別に。あの年間の。 受け入れ数量とお客様の需要の量を本当に均等で配線するという一番理想的な受け入れができた場合これがあの容量判定上一番有利に第三者にとって有利になるものですからそれで線を引いてみてそれで受け入れ可能かどうかを判定するということにしてますのでこのヒストグラムでお示しした青でもってですね 受け入れできる、できないを判定しているわけではございませんので、ここはちょっと資料が紛らわしくて申し訳ないんですけれども、ご容赦いただきたいと思います。それから7.5%の掛け算でやっているですとか、4ヶ月と2ヶ月でちょっと3ヶ月で違いますねというご指摘がございましたけれども、まず需要減に対して、ですね追加で LNG の受け入れをキャンセルすると。 ということに関しましては、あのこれはあの受け入れ計画で、日が確定するのが、船が来る3ヶ月前までに確定しようというのを、契約上工場上、設けておりますので、まあ、その3ヶ月に加えて、ギリギリいろいろと検討するのに1ヶ月ぐらいは必要だということで、私どもあの4ヶ月というふうにしております、それから追加調達上も、慌ててスポットで調達することにした場合に、実績でやはりどうしてもですね2ヶ月ぐらいはかかると。 あとは本当に買うのかとかですね、いろいろな検討で、やはり1か月ぐらいかかりますので、まあ、合計して3か月かかるということで、これはあの、えー、実際に4か月、3か月かかっているという数字を書いたものであります。まあの、この検討の1か月を減らして、えー、少し例えば大阪さんのような2か月に、えー、入学できないのかというのは、これはあの検討の余地があると思っておりますので、まあ、工夫はしてまいりたいというふうに思っております、えー、東京は以上です。

青色の計画の範囲がリスク対応幅のところに若干はみ出てしまっているということにつきましては基本的には東京ガスの小倉部長の方からご説明があった内容でございます、えー、と機種の在庫の前期からの持ち越しがどうしてもこの下振れのところに来てしまったというところでございますで、もう一つがですねあの この需要の上振れ、下振れに関しまして、当社は需要変動率と2か月分と、こういうふうな考え方にもっとのっとって算定をしております。需要変動率につきましては、当社は東京合算は7.5%という数値を使われておるようでございますけれども、あくまでも過去の月間の実績の計画と実績の振れ量、振れ幅。 これ、大体10%ほどになりますけれども、こちらを使っております。2ヶ月につきましては、えー、これはあの売り主との契約、いろいろございますけれども、えー、こちらも大体2ヶ月ぐらいあれば、過去の実績で、えー、追加の船の調達、キャンセルができるであろうと、なんとかこの2ヶ月がギリギリのところではないかということで、2ヶ月という数字を使っております以上でございます。 ありがとうございましたでは、ご質問に対するお答えはあったわけですけれども、よろしいですか、はい、それでは、まああの、いろいろ論点が出たと思いますので、まあ、いずれにしてもばらつきはあると、それからその標準化については、そのすぐにということはできるような状態ではないと、歴史もあれば状況も違うと、それからあ、まあ、あのタンクの在り方も違う、それぞれの企業の考え方も違うと。ただ、そのここはあのいいの悪いのという話ではなくて、 この改革に向けた最も最適化された状況は何かということでその標準化というかあるいはその基本的な考え方というかあるいはもう少し詳しいルールを作るとか、まあ、そういうその透明化とかあるいは分かりやすさそれからもう一つは利用者が使いやすいそれから改革の目的が実現できるとこういうことに向けてそれぞれが協力して実現していくということでございますのでまずはこの今後ですね こ,のこうした設定、それぞれ行われている設定が合理性、つまり改革の目的との関係で合理性があるかどうかということをきちっと事実をもう少し踏まえて、ですねあのみんなが議論できるような措置を作っていくということが必要かと思います。つきましてはやはり、このポイントになるのは、計画値と、それから実績値の乖離が生じる理由とか、あるいはその技術についてのエビデンスに基づく議論を積み重ねていっていただくことが必要だと思いますので。 事務局においてはこの過去の計画と実績の乖離それからそれぞれの状況に関するエビデンスこうしたものを協力いただいて今後の議論を積み,、ね、積み重ねていくための分析をしていただいてそして議論を積み重ねていきたいと思いますよろしいでしょうか、はい、それでは次へ移りたいと思います第二部でございますオブザーバーの交代をお願いいたします 次の議題に移ります。議題の2。卸市場の活性化適正取引のあり方について、事務局から説明をお願いいたします。はい、ええー、と資料5と6を連続してご説明をさせていただきます。まず、あの資料の5。あの先渡し市場のあり方についてというあの資料をお開きください。 すでにこの論点については、過去、本会合のよう回2回ご議論をいただいてございます。それで振り返りも含めまして、簡単にご紹介させていただきます。まず、右下のページ番号で2ページ目でございます。まず、検討の目的としてでございますけれども、先ほど市場に期待される役割機能として、中長期的な電源確保、取引所の価格、固定、平地ですね、また発電設備などの最大活用というところを目的としてお伺いしていただいてございます。 でその上で、あの右下のページで 5, 5ページでございますけれども、あのこれまで何を,いい何,何をご議論いただいてきたかというところでございますけれども、まあ、大きく言うとあの3点あるかなというふうに理解してございます。あの1つ目は まず生産価格を現状システムプライスということになってございますけれども、市場分断が頻繁に起こる結果として、ヘッジの効果を完全に果たして,たしていないのではないかというところで、エリアプライスに直すか、見直したほうがいいのではないかというところが1点目でございまして、こちらについては早急に取り組むべしというご意見が多かったのかなというふうに理解をしてございます。 2つ目の点が、薬状方法、具体的にはオークションを導入するかどうかというところでございますけれども、こちらについては、現状のザラ場についても、気配値が分かるといったようなメリットもあると、一方で、オークションすることによって、ユーザー側、旧一電、新電力双方でございますけれども、システム開発の負担等、もあるのではないかといったような、一種、賛否両論あるのかなというようなご意見を。 あるように承知をしてございますまた3点目は、手数料というところについて、スポット使用の手数料と比べて高いんじゃないかといったご意見があったというふうに承知をしてございますで。その上で、ちょっと問いまして、11ページ目でございますけれども、生産価格についてでございますけれども、生産価格について、事務局のほうで検討をしました。でその結果として 市場範囲の決定については、まず西条、東日本と西日本、北海道は分割しないと、東日本、西日本と西条にするということをしたいと思ってございまして、その理由としては、取引量及びその匿名性というところに勘案したものであるということでございます。さらに13ページでございますけれども、生産時の,その基準価格を何を採用するかというところでございますけれども、 取引量が大きいということに関しまして、東日本については東京エリアプライスを、西日本については関西エリアプライスを採用するということとしてはどうかということでございます。続きまして14ページ、薬状報告のところでございますけれども、オークションの導入ということでございますけれども、こちらについては先ほど申し上げましたように、いやいや賛否両論があるということを踏まえまして、まずは先ほどものの生産価格の見直しを先行するということにしてはどうかということでございます。 でその上で、今後のスケジュールということで、裁判後、最後のページ、19ページでございますけれども、えーとまあ、かなり走りながら説明させていただきまして、恐縮でございますが、まず生産価格については、早ければ8月をめどに見直しを導入するということでしたらどうかというふうに考えてございます。 でさらに、オークション、薬剤方法の見直しをあのするかどうかといったところについては、この生産価格の,あの見直しの後の流動性の状況を踏まえて、できる限り早期に 検証をを行いたいといいたととうことを考えてございますで併せて手数料については、できる限りあり生産価格及びその使用範囲の変更と同時期に見直しを実施をしたいというところでございます。あのその他論点もあのこの紙には書いてございますけれども、説明を走らせていただきます。でその上であの次に資料6でございますあの、間接オークション導入等に伴う電源標準ルートの見直しについてというものでございます資料6でございます。 でこちらについてはあの、いずれかの段階で、あの、交流営業ガイドラインの,あの改正を検討する必要があるだろうというふうに考えてございます。 でお,お開きいただきまして右下のページ番号での二でございますけれども、まああのいわゆる立法事実、なぜあのこういう検討をするのかというところでございますけれども、あの二点からございまして、まずあの連携線の利用の仕方があの現行の先着順からあのこの10月から間接取引になるということがあの一点目として挙げられます。あのこの結果としてあの連携線を通るあのものはすべて取引所取引を継続なるわけでございますけれども、一方でその取引所取引については誰から買ったか誰が買ったかということについては 一義的にはあの収まらないというところがあの大きなあの変更点でございます。あの二つ目でございますけれどもあのフィットについてあの飛滑石飛滑石価値取引市場があのこの豪越豪アズから新たに創生されるというところもございます。でその上で論点の全体像を右下のページ番号で申し上げあのいう七ページに全体像を紹介させていただいてございます。 でその上であの8ページでございますけれども、その論点1として、電力に付随する価値と電力取引との関係というやや分かりにくい表のでございますけれども。 あの具体的に申し上げました具体例も参照いただければと思ってございますけれども、例えばその非化石価値については、電力取引と別々にあの移転をすると、例えばその発電事業者 A があの A と電気の取引をしていないけれども、非化石価値のみを購入するということがありますねということが1点目でございます。2つ目がその産地の価値というところでございます。電力はその特定の産地のものであると、そういう価値については、電力取引に付随して、 移転する場合は当然あるとありうるだろうというふうに考えてございますけれども、そうではない、あの別途移転するという場合もありうるかということが2点目であります。で同様に、丸の1の3というところでございますけれども、あの特定電源であることの価値というものは、電力取引に付随してのみあの移転することを整理すべきなのか、まあ、そうではないのかというところでございまして、あの具体例として申し上げますと、あの発電事業者が、えー、その自ら保有する水力発電所で発電した電力について、 それに気にする非化石価値については、えー、事,業者事業者にあの販売をしで、その非化石価値を、工場の電気はあの水力発電消費あの由来の電気ですということを表示して、えー、販売することができるのかどうかというところでございます。でご参考として5ペ、あの9ページ目に非化石証書が持つ環境価値の整理というものを見つけさせていただいてございます。 でその上で論点の大きな塊の 2, 丸2として10ページでございます。あの特定の電源産地としての価値が維持される条件というところでございます。あのこれはあの間接オークションを導入するというところでございますけれども、 あのまあ、例えばでございますけれども、取引所場を経由する、それだけでは誰から買ったのか、誰が買ったのかということについては、必ずしも特定はできないということになるわけでございますけれども、例えばその事業者間の特定契約、いわゆるその CFD と言われてございますけれども、あの特定契約を結んでいれば、えー、そういう特定の電源産出の価値が維持されるというふうに考えていいのか、どうなのかといったところが主な論点になるかというふうに考えてございます。 で、それで論点の3つ目の大きな塊として13ページでございます。けれども、あの需要家の誤認を招かない。あの表示ルールのあの整備というところでございまして、あの従来通り、あの二重形状、あの課題形状は基本的にはよろしくないという考え方を維持するということでいいかどうかというところであのございます。あの事務局からは以上でございます。ありがとうございました。それでは皆様から。ご意見を賜りたいと思います。